ザブルー・ボール1913年のアーモリー賞出展作キャサリン・ソフィ・ドラヤはアメリカ合衆国の画家現代美術の収集家パトロンであるマルセル・デュシャン・マンレイと共にニューヨークに美術家集団ソシエテアノニム・インクを設立したアメリカでヨーロッパの現代美術の普及を図り多くの作品を収集したニューヨークのブルックリンで生まれた 父親はドイツからの移民で、鉄製品の貿易で成功したビジネスマンであった。5人兄弟の抜子で、姉に画家になったドロシアや社会運動家として知られる、マーガレットとメアリーがいる。1895年から1897年まで、ブルックリン美術学校で学んだ後、1900年からプラットインスティチュートで姉のドロシアに学んだ。1902年に、 姉のドロシアラと2年ほどヨーロッパを旅して修行した。帰国後、ウォルター・シャーローに学んだ。1907年から第一次世界大戦の始まるまでパリで活動し、ラファエル・コランダーに学び、現代美術品の収集家として、有名なガートルード・スタインのサロンに招かれ、現代美術について学んだ。帰国後は1916年に、ウィリアム・グラッケンズやマルセル・デュシャン、 マンデーラと独立芸術家協会の創立メンバーとなった。この時知り合ったニューヨークダダの主要なメンバーのデューシャントレイと1920年に彼女のマンハッタンのアパートを事務所に現代美術の普及を図るために美術家集団ソシエテアノニムインクを設立した。デューシャンとレイは1920年代にアメリカでの活動を止めてフランスに帰国したがドライヤーはヨーロッパで 全映画化の作品を集め、アメリカでの現代美術の展覧会の開催を続けた。現代美術の美術館を作るために、収集や支援を求める活動を行ったが、美術館の実現は達成できず、収集した作品は1940年代になって、美術館に寄贈された。ありがとうございます。